なるほど。ではその両極端な私が約束しよう。私の持てる全身全霊の力にかけてあなたを守ると。それってすごく信用していいか全然信用しちゃダメってこと？どちら側によるのかはケイさんに任せることにするよ。それは当然。私は何も報いてあげることができない。もう十分に報いてもらっているんだけれど、それなら一つ約束をしてもらおう。え？指を出してくれないか？え？小指だけでいいんだよ。約束しよう。私はKさんを必ず守る。絶対に違えない。だから約束してほしい。何があっても私を信じると。うずきさんを？約束なんてしなくても私うずきさんのこと信じてるよ。私が奴や蛇塚の主に勝つと言っても、それは約束は右慶という神話の時代からある種の一つだよ。その琴の葉の持つ命が私にとっての力となる。大切な人との約束は何が何でも守りたくなるものだろう。うん、私は何があっても宇月さんのこと信じるよ。よし。ねえ、うずきさん、あれはやらないの？ん？あれとは？耳かきの反対側みたいなやつで刀をポンポンするやつ。ああ、打ち粉を使った手入れのことだね。あれは刀身についた油を拭い取るために使うものなんだよ。ただ拭うだけでは油は取れないからね。油？
刀身の錆を防ぐために普通は長寿油を引くんだよ。刀の手入れは古い油を拭い取り新しい油を引くことなんだ。へえ。だから常に怠らず手入れをしていれば長寿油を引かずに済むし、故に打ち粉を使う必要もなくなるんだ。打ち粉は一種の研磨剤だから。だからこまめに手入れをするんだ。折れず錆びずという名目で伝わっているこの糸には必要のないことかもしれないけどね。こうしていると落ち着くんだよ。ブラッシングとか枝毛探しとか何かの手入れって妙に落ち着いたりするよね。まあそういうことだよ。うん。それともやっぱり私と同じ部屋にこもっていることが苦痛になったかな。そんなことはあるかもね。話はすべて聞かせてもらったよ。いいけど、ノックぐらいしてよ。それじゃあケレンミも何もあったもんじゃない。いや、ケレンミいらないし。それで、お屋敷の方はどうだった？それがすっかりもぬけの殻。もしかしたら昨日は化かされていたのかもね。化かされた。大丈夫大丈夫、鬼とか関係ないと思うから。昨日一緒に山から降りた後ちょっとだけ話に出なかったっけ。家で娘と狐と言っていたように。ああ、それで化かされたと。わあ、やっぱり北斗学院附属なんて偏差値高いところに行ってる人は記憶力も違うんだね。家の都合で休んでばかりだけどね。そうなんだ。それでその子小学生ぐらいの子だったからどうしてるか心配になって、それで朔也さんに様子を見てきてもらったんだけどね。以下は前に述べた通りというわけさ。だけど行って帰ってくるにしては遅かったね。もしかして探して回ったりしたとか。いいよ、私は基本的に猿者を追わずの主義だからね。どうせ人間なんて100年足らずで行っちまうんだ。ああ、朔也さんってば達観しすぎ。それじゃあどこかに寄り道してた？寄り道っていうか、寄ったついでだから屋敷の中を漁ってきたよ。はい、本日のお土産。Thank you.
だら。祭りはあさってだったっけ。祭りといえばやっぱり浴衣だろう。そうだけど、私の分だけ。私はパスだよ。下手に凹凸ついてると和服は少々苦しくてね。じゃあ、うずきさんの分は？はっ、誰がうずきなんぞのために土産を持ってきたりするかい。ああ、大人げなさすぎ。私のうちのものなら、さくやさんの腹が痛むわけじゃないの。なんだい？そんなにうずきの浴衣姿が見たかったわけかい？見たいよ。うずきさん日本美人って感じだからすごく似合いそうだし。私は？さくやさんは日本人離れしてるから。おーおー、着付けも自分でできない小娘にそんな風に言われるとは思わなかった。自分で着れるかどうかと似合うかどうかは別次元の話だもん。はあ、さくやさんはともかく、うずきさんの浴衣を見たかったな。ケイさん、浴衣ではないけれど和装とくくれるものでよければ自前で揃えてきているよ。鬼切り役としての戦装束なんだけど。そうだ、せっかくだから着替えてこよう。いいの？さすがにあの格好で人前を歩くわけにはいかないから、この制服で戦うことが多いのだけれど、本来向こうが正規の様式だ。陣にこもって迎え撃つのなら万全の支度を整えておくのも悪くない。あるけど、別に大したもんじゃないよ。さくやさんのうずき採票は当てにならない。なら聞くんじゃないよ。ケイさん、入るよ。やっぱりこの格好だと気が引き締まるね。すごくかっこいい。ビシッと引き締まって見えるよ。本人も気がって言ってるだろうに。それが目に見えるとしたらあんたの気のせいだよ。うるさいな、さくやさんは。気が引き締まればそれだけ立ち居振る舞いも引き締まってかっこよく見えるんだよ。へえ。へえ
じゃなくてね、サクヤさんはそんな開放的な服装だから気持ちまでラテン系になっちゃってるんだよ。ラテン系大いに結構。ケセラセラで今日を楽しく生きようじゃないか。それにケイ、これはこれでてきめんに体が引き締まる服装なんだよ。そうなの？タプタプふにょんなウエストでこの格好は着る方も見る方も辛いだろ。なるほど。サクヤさんはどこへ？お風呂だって言ってたよ。さっき一緒に入っただろうに。昼に帰ってきた時、自分用のお土産ってお酒買ってきてたし、さっきは見事な月だねとか言ってたから。温泉で月見酒か。すでに奴らの時間帯だというのに、のんきなものだね。なんだかんだ言って宇月さんのこと信用してるんだよ。私を任せても大丈夫だって。そっか。結界の影響があるから気配で判断することはできないが、物音からして複数人。え？いや。